皆さん、こんにちは。今日は2023年7月10日月曜日です。今日のテーマは、中国の警察官ですね、飲酒運転で、まあ、見つかられたんですね。車を運転していて、飲酒運転見逃しを要求しました。そして、中国の自動車、値下げ禁止命令がありました。 自動車企業はですね、みんな合意しました。しかもですね、テスラ自動車も参加しています。情報が多いので、少しずつ話をしたいと思います。一つ、7月7日、テスラ自動車、BYD 自動車ですね、中国の大手電気自動車メーカーは、みんなある協定書にサインをしました。協定書とはですね、不公平な競争を 避けることと価格競争をしないことこれで、中国の今年始まって、電気自動車の価格競争は終わりとなりました。未来自動車、ショーポン自動車、キツリ、これはボルボと言ってもでしょうし、長城自動車ですね。何度と水メーカーは参加しました。みんなはもう価格競争はしませんと、情けもしませんよと、でもみんなで品質を上げましょうね。 というふうに合意をしました。これがですね、価格連盟だと言えるんですよ。カルテルとも言いますが、価格競争しないとはですね、実に反独占法に違反しているんですよ。しかし、テスラ自動車はこのような協定に同意をしました。アメリカでは絶対にありえないと思います。中国政府はよく反独占法に違反したと言って罰金していますので、 価格競争はしない。みんなで値下げしないというのはですね、実に違法なんですよ。マスコさんはですね、中国の偉い人と仲がいいですので、何をやってもいいと思っているでしょうし、これはですね、アメリカでしたら違法なんです。あまり良くないと思いますが。次ですね、メタ社は新しい SNS スレッズというものを発表しました。これは一つのアプリシステムですね。 ツイッターと対抗する、競争するっていう意味ですが、発表して1日だけで2000万人以上の方は ID を申請しました。ただし、現在はヨーロッパではまだ使えない状態ですが、これからは使えます。現時点では、このアプリですね、安全だと言えますので、ツイッターよりは安全なんですよ。これはですね、中国からの資本を入っているわけではなくて、 中国だけでもないんですが、誰でもユーザーの情報ですね、見ることはできないようにしてあるんですね。これはやはり素晴らしいというふうに思います。現時点では Twitter とか Facebook よりは安全と聞いております。これはですね、もうちょっと様子を見て、本当に安全のであれば私も申請したいというふうに思います。次です。3。ゼレンスキ大統領は7月6日、 アメリカの CNN の取材に応じて話をしました。6月初め、反撃するようになったんです。それまでに反撃しようと思っていました。しかし、武器、弾薬の支援は足りませんでした。予定よりかなり、支援ですね、かなり遅れていました。私は当時、焦っていました。私はもっと早い段階で反撃したかったんですよ。 原因はですね、反撃の期間が遅れると、ロシア側にとって有利ですね。ロシア兵士は長い期間を使って残酷を作ったり、地雷をですね、たくさん埋めたりできるんですよ。つまり、自分の防衛力ですね、高めることができてきました。我々は反撃するとかなり大変です。どうしても死亡者と犠牲者は増えていきます。そうすると、反撃の期間も 長くなります。現在、我々の反撃する速度はとても遅いんですよ。前に進むことが困難です。時代が多いからです。現在、アメリカと欧州に申し入れました。戦闘機と長距離攻撃ミサイルが欲しいです。この発表と関係あるかもしれませんが、アメリカ側は発表しました。アメリカはこれからウクライナに 親子爆弾を提供します。これはいつの動画で話をしましたが、一つの爆弾のお腹の中にたくさん小さいものですね、入っています。上空ですね、親爆弾が爆発して、それから小さい爆弾が落下して爆発していきます。のものもあれば、親爆弾は地面に落とされて爆発してからさらに小さい爆弾がいっぱい出てきて、まだ 爆発していきます。なので攻撃する範囲はすごいひどくてただし精密打撃用ではないんですねあまり人道的ではないと言われてあります世界で百数十カ国ですね使用しませんよと宣言しましたでもアメリカウクライナロシアは使用しないとは宣言していませんでしたそして現在でもロシアでもウクライナでもこういうものをです、ね、使ったことはありますが アメリカはですね、一般人も火が受けてしまう可能性があると言って、提供はしませんでした。でも、これからは提供しますと発表しました。そして、できるだけですね、爆発範囲が広くないものを選んで供与しますよというふうに言いました。また、リスニングスキ大統領は、チェコ、ブルガリーを訪問しました。NATO の加盟について、支持を求めていたんです。 ブルガリーと、えー、ゼレンスキ大統領ですね、共同声明がありました。ウクラナの加盟に支持しますよ。そして7月11日、NATO サミットに参加してもらって、加盟に支持しますと言いました。これから、ゼレンスキ大統領はトルコを訪問して、エルドアン大統領と会談して支持を求めていきますと。7月7日、ロシア側は、サン国と ペテルブルブクにあるるフィンランラドのの領事館のこととを閉鎖するよと発表しましまた。そして、フィンランドの外交官9名及び家族の方ですね、ロシアから追放すると発表しました。先月ですね、フィンランドはロシアの領事館を廃墟にしたんですよ。ロシアの外交官9名追放しました。原因はですね、フィンランドでスパイ活動をしていたからです。 次です4、上海市の初期ですね、チンさん、モデルナえ、アメリカの政府会社ですね、モデルナの代表と会談をしました。上海市政府はですね、モデルナ社に土地を提供します。そして、モデルナ社はですね、中国アメリカドルを出資して、上海で工場を作ります。中国専用の薬を開発、製造もします。主にワクチンではありますが、 コロナのワクチンだけではなくて、インフルエンザのワクチンですね、一緒に開発しようと製造もします。しかしですが、モデルナ社はですね、これで本当にですね、初めて中国に進出しました。現在、米中の関係が悪くって、まだ中国に進出したことがない会社にすればですね、これはとても有利ではあります。中国政府はかなり 誘致に力を入れているんですよ噂ではですね、日本の会社も中国に進出したないことがない会社ですね、今はもう考えるようになりました。中国に進出した会社は逆にその大変さを知っていますので、移転するんですよ。しかし、また中国に進出したことがない会社にすればですね、中国はどんなものでしょうか これは噂ではないでしょうかただの噂ですよねとか、そして今回ですね、中国政府はすごい笑顔を出して誘致してくるし、これはチャンスではないかというのがありますね。なので、実はですね、結構誘惑に負ける人がいるんですよ。次です。5。イギリスにあるビジネス、ヒューマン・ライツ・リソース・センターというものがあるんですが、これはビジネスと 人権リソースセンターといいますが、この組織は中国の会社、国営企業ですね、外国で口座の開発、生産について人権たくさん無視していますよと批判しました。当然ですが、人権だけではなくて、現地の環境も中国の国営企業に破壊されていますと。中国の会社は39社ですが、世界で 102箇所で、鉱砂の開発、まだ生産しています。開発して、それから現地で加工しているんですね。環境の温泉はとてもひどいです。例えば、カバーとか、水とか、地下水もそうですし、野生動物もそうですし、森もそうですが、たくさんの被害を受けています。一番被害を受けたのはですね、インドネシアで、うん、開発する中国の会社ですね。次は、ペルー。 コンゴ、ミャンマーとジンバブーイですね。なので、地方の会社は、たコさんですね、現地にいて、鉱山を掘るんですよ。そして、これからですね、レアーアースだけではなくて、水ういバッテリーですね、の原材料現地でも生産しようとしています。そうすると、現地の環境は悪化すると思います。次です。6。こちらがですね、山川大学っていうものが出てきました。これは、 本物の大学ではないんですよ。中学の SNS で本来は存在しない学校ですが、でも登場しました。山川大学はですね、校長先生は中学の詩人である徒歩さんですね。校長先生となりますが、これは一つの遊びではないんですが、若い子たちの不満でもあるんですよ。今年の大学の受験日ですね、終わって、シーズンが終わって、 たコさんの学生さんはやはり不満です。もし、山東省、山西省、河南省、河北省ですね。この4つの省、つまり山川大学ですね。山山と川川ですね。この4つの省ですね、大学に受験した学生さんは合計ですね、343万人でした。1人ですね、例えば1000件出せば3億件以上集めることが可能です。 みんなで一つの総合、大学を作りましょうよと。この四つの師匠の学生さんを、当然ですが、優秀な学生さんをですね、受け入れましょうと。原因はですね、この四つの師匠の学生さんは、とても戦国で一番多いんですよ。競争も激しいんですね。 他の省は学生さんが少なければ、競争も激しくないんですよ、実は。なのでおかしいでしょうと。つまり、中国のこの教育、あるいは体制に対しての批判でもありますが。ネットで話題となっていますが、現在はこれに関する情報は全て削除されています。中国の教育というのはですね、不公平です。不平等です。これは解決できません。不平等。 福岡平の根っこはですね、一番そこの問題点はですね、官僚と権力者に有利なんですよ。だから改善しないんです。次です。7。イギリスとポーランドですね、2023戦略関係をというものを宣言しました。インド太平洋の自由に支持すると、台湾海峡の安定に支持しますよと、中国政府のことを責めましたし、 国際秩序を守ってくださいと、そしてウイグルの人権問題、香港もそうですが、についても批判をしました。ロシアに支援、武器、予約の許容をしないようにしてね、というふうに言いました。インド太平洋地域の安全を破壊する中国政府と対抗しますと言いました。でも、両国はですね、中国との関係を維持するよ、というふうに言いました。 これはですね、実に珍しいんですよ。なかなかポーランドですね、出てくるとは思いませんでしたが、とても珍しいことです。イギリスはですね、東ヨーロッパとの関係を強化してくるというふうに思います。ウクライナの戦争で、実はですね、かなり変化がありました。欧州は2つの派となったんです。東ヨーロッパと西ヨーロッパですね。西側は、例えばポーランドですね。やはり、 ウクライナと近いので、どっちでも危険だと感じていて、全力でウクライナに支持しています。しかし、西ヨーロッパ側はですね、そこまでの危機感がなくて、ロシアとの関係も曖昧なんですよ。イギリスはですね、東との関係を強化すると行動してあります。次です。3中国の軍艦3隻ですね、ナイジェリアを訪問しました。これから中国はナイジェリアで 軍事基地作るでしょうかと思われています。中国はですね、ジブチに基地をですね、作りましたし、今回はナイジェリアでしょうかと思われています。中国はですね、この数年間アメリカの真似をしているんですよ。世界で軍事基地をですね、作ろうとしています。そしてこちらはですね、最後ですが、中国の警察官ですね。中国は飲酒運転ダメなんですよ。 すごい厳しいんですよ。そして、中国では、警察はですね、2種類があって、一つは、本物の警察です。次は、警察の補助ですね。あるいは、純警察官ですね。見た目は大体同じなんですよ、実は。区別はつかないんです。しかしですね、純警察官は、あるいは、警察補助はですね、あの、正規の警察になりたいのであれば、まずは勉強することですね。そして、 一生懸命働いて、たくさんのことをですね、罰金しようと。罰金すればするほどですね、業績がいいから昇進できるんですよ。本物の警察官になることは可能です。こういうシステムではありますが。しかしですね、これは動画なんですよ、実は。動画で、中国で話題となっていますけれども、みんなびっくりしてありますが。これはですね、あの、河南省にある都市ではありますが、 河南省の補助の警察官はですね、自動車を止めて、あの、振ってくださいと、飲酒運転したかどうかを確認しますね。そして、あの、運転手はですね、実に飲酒運転しました。でおかしいですよね。なので、降りてと言いました。でも、この車の後ろに座ってる人はですね、偉いさんなんですよ、実は。この偉いさんはですね、自分の警察署を出したんですよ。もういいでしょう。これでいいでしょう。 自分の方が上なんですよね。そして、あの、ダメです。あの、今、録画中ですよ。ダメです。と言って、あの、そ、その、警察とかもですね、偉い人は、車から、自動車から降りてきて、あの、あの、上は上は誰体調は誰そういうふうに聞いたんですね。それで、あの、すぐ電話しながら、していたんですね。電話で、あの、分かったら、電話、もう分かったんですよ。 もう電話ではもういいよとなったんです。この人はですね、2、3分ぐらいで自動車に入って、また現場から離れました。こういうのがありますね。なので、これが中国の警察官なんですよね。印象にしても問題はないんです。自分の、えー、仲間ですね。守っであるという意味です。なので、全、みんな問題ないですね。ただしですね、この動画を まあとまあ、公開したのはですね、実は偶然なんですよ。この補助警察官はですね、この動画をですね、録画したんですよ。この事件はですね、6月だったんですね。今の話ではない,、ね、ないんですよ。で、この補助の警察官はですね、準警察官は、この動画をですね、自分で保管していたんです。しかし、7月初めですね、クビとなったんですよ。もういらないと言われたんですね。介護となったんです。 介護となって不満っていう気持ち出てくるんですね。なのでこういう証拠をですね、ネットに公開しました。私は当時補助、警察官補助をやっていたんですが、このことはありましたよとなったんです。これでこの人はですね、今は調べて、やはりこういう事件は本当にありましたと。この人は本当の警察官ではありますし、そして今まではたくさんの事件とかですね、一応英雄なんですよ、実は。 なので、あの、これからはもう解雇とになりますよ、というのがありましたね。なので、これでわかるのはですね、中国の警察官は全く信用できません。そして、今回のことをですね、公開したことも実に珍しいんですよ。この補助警察官はですね、ある意味、この動画をですね、あの、保存しておいてですね、もし自分が何があったら公開するよ、という脅迫という意味でもありますし、しかし、その子自分を首となったんですね。 こういうのが中国の社会的なこともありましたが、中国の警察官もそうですが、学校の先生もそうですが、全く信用できません。自分の仲間をですね、守るっていうのがありますので。この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。